はい、皆さんこんにちは。ですね、今日はストリートファイター VS メガマン、ロックマンですかね、を実況していきたいなと思います。ですね、両方僕は結構やってるわけじゃないんですけど、ストリートファイターは今のスト4、まあ新しいの出ますね。スト4ちょっとまあかじってて、まあそんな強くないんですけど、はい、コーディばっかり使ってましたねで、ロックマンはX シリーズもちょこちょこやってたんですけど、一番やってたのはエグゼかな。プリコンプリコンって言ってそのプリズムコンボっていうのをね、ずっとやってたりして、はい、両方好きなんで、ちょっと今日はね両方楽しみたいかなと思います。という早速ニューゲームやっていきましょう。おいるね、バイパーとかチュンリーとかブランカローズかな。まあ最初はこれダルシムダルシムこんなんだったっけ。最初は竜でいきましょう。テレン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 、ね、やっぱこのいいね、このドット絵というか難しいんだよね、これも。はいはいはい、はい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 、もうゴリ押しでいきますゴリ押しで、ね、こう昔のゲーム、まあこれ昔っていうか、まああれなんだけど、ボス前でセーブが、まあセーブポイントあるのはあるけど、こうなんていうの、気が3、残機か、残機が0になると最初からっていう、このね、昔ながらのすごい苦手で、よいしょ、半ジャンプ、半ジャンプ、喋りながらって難しいね。半ジャンプ、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 すごいなんかカクカクする。半ジャンプ、クソ、 OK。 これ勝手にスライディングってわけじゃないんだけど、ご飯何押してしまうんだよね。スライディング押す、もう上手じゃない。シュッ、これちょっとおーよくうまいな。これなんていうの、この半分の時に出てくる敵ってすごい苦手で、この大ジャンプしてる時に出て、この鳥の一番下みたいな、半分ジャンプしないと、おいい感、半分ジャンプしないとダメっていうのがすごい苦手で、ジャンプが基本的に苦手なのかな。あ、もうこれジャンプコーナー、あ、ほら勝手にスライディングというか、スライディング出てしまうんだよね。くそ、はい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 、よし、はいはい、おい、うまい、よしよし、はい。ちょっとロックマンさ、今はしご登ってて気づいたんだけど、なんかちょっと太ってないちょっと太ってるよね、はしご登ってて。今日結構中肉中背なのかな、そんなにスリムっていうか、なんかヒーローっぽくない体型だよね。ね、X シリーズとかすごいなんか細くてかっこいいんだけど、やっぱこの初代というか、もう完全コスプレに近いロックマンね中年の男がなんかコスプレしてるみたいな。ちょっとほら俺だけかな。はいはい、無視
はい、登ります。どうしようかな、回復取るいっか、ジャンプできないし、あいやいやいや、よし取り、あいやい取り、あーちょっと待ってよ、スライディング、よし、あ違う違う、おボスだね、待ってこれ難しい、どうすればいいの、先にこっち、よし、ここで死ぬ、回復、あちゃい、よし、いやーちょっとボス体力半分だね、いけるかな、竜来ましたね、ゲージが、お灼熱、小竜拳、灼熱、竜巻扇風機、避ける、小竜拳、一緒にジャンプ、はい、真空、普通の避ける、灼熱、スライディングしないで、赤ゲージ溜まる、灼熱、お、あー必殺だね、滅波動、よしよしよし、ここはゴリ押し、灼熱、小竜拳、ドゥダンって、ちゃんとは言わないんだね、ドットの、いい感あるか、いい感使えますか、もう指痛い、竜巻、灼熱呼べて、処理剣、波動剣、この後長い、遅いのも嫌い、この竜強いな、あちょっと OK、 よし、あったはいはい OK、 ゴリ押し、はい、やばい、やばい、死ぬ、もう一回食らったし、よし、いい感じ使おう、オッケーオッケーオッケー、いやあとここで、お、よしよし、クリア、よっしゃ、いい感じ使っちゃったはい、でもまあクリアはクリアなんで、このままゴリ押しスタイルでいきます。 You get You got Get じゃない Got、 お、ダン、ん、波動拳、竜って赤いイメージあるけどネズミ色なんだねネズミ色なんだ、あ、チャージショットができるみたいなこと、お、よし、クリア、よっしゃ、次は火でしょ、火クリアしたからブランカかな、ブランカ行きます、はい、で一回一回区切ろっか、 1,2,3,4 1,2,3,4,5,6,7,8 パートで分けようかなと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。